めっちゃ寒い。ちょっと待って、ヒーターつけさせて。寒すぎ。やばくない？もうなんかさ、真冬すぎない？ねえ小麦、寒いよね。あー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 、ダメダメおいで小麦、おいで。寒くて今びっくりしちゃった。私こんな寒いことあるってなっちゃった。みんなおはよう、こんにちは。いや昨日からやばいよね。私は今ね、栗を食べるよ寒い寒い言いながら私は栗を食べてみんなとお話しするよ。昨日からやばいね。いやいや言わないで。ね、お昼でも寒い。あっ、栗の上に、私の栗の上にジャンプされた。今日は胎盤ですよ。胎盤盤。ライブ久しぶりだな。こんにちは。昨日疲れ果ててさ、やばかった。なんか気づいたら朝だった。そう、なんか昨日体調もそれほど良くなくて、びっくりびっくり。栗食べてるからびっくり。マジでね、あ、昨日ベルマン、嘘、寒そう。え、なんて、知らないでもマジでね、昨日はやばかった。なんかマジで。でもなんか寝そうだなって思ってたから親に連絡してたの、何時に起きるみたいな。びっくりした。朝ママの電話で起きて、マジでこんな時間に電話誰だよと思ったらママだった。目覚まし全然聞こえずにびっくりしちゃったよね。ほら、またびっくりびっくり栗食べてるからびっくり。夜勤明け、栗娘やばい。レイの名前を見るとさ、うどん食べたくなる小麦、ダメ。どういうこと？え、だってうどん県に住んでるじゃん。だからなんかうどん食べたくなっちゃう。あー、ダメ。あ、コムバカ。小麦に、あー、小麦にいたずらされた。いいな、うどんって最強じゃない？
私うどん最強だと思うんだよね。なんかさ、うどんってさ、どんな時でも食べれるかな。なんかさ、お腹いっぱいでも食べれちゃうしさ、体調悪くてもうどんはいけちゃうしさ、最強だと思うんだよね。なんかさ、コロナのさ、ワクチンのさ、副反応の時さ、マジで食欲出なくて、でもなんか食べないといけないみたいなのを事前に読んでたから、何か食べなきゃいけないと思って、で何食べようみたいな、何も食べる気起きないからさ、でもそんな時にもさ、なんかうどんならちょっと食べれたもんね。すごいよ。あとね、お弁当屋さんのね、お子様ランチお子様用のお弁当ウーバーした。ウーバーさん、ウーバーさんって。おはようございます。でも他の県ではうどん、どういうこと？小麦よくやったじゃないよ。え、レイどういうこと？他の県でうどん、あ、そういうことか。自分のとこのうどんが美味しすぎてってこと？いいな。いいな、いいな。みんなの住んでるところのさ、一番おいしい食べ物って何？教えて教えて。花丸、逆に？逆に花丸は食べれるの？そんな違うんだ味。私食べたことない、うどん。食べたことないよ。味にブレがない、おいらの手料理。あー、小麦がまたいたずらしてる。小麦ダメ。そう、よくわかったね。こんにちは、山ふそ。喜多方ラーメン、マクド。マックね、美味しいよね。でもマックってなんであんな美味しいんだろうね。マジで、マジで美味しいよね。マックはマジで美味しい。マック、なんかさ、小さい頃、子供の頃さ、照り焼きバーガーだけがもうダントツで好きだったので、ちょっと大人になってチーズバーガーがダントツ好きになったので、も絶対もう迷いなくチーズバーガーだったの。最近一周回ってまたさ、照り焼きバーガーがブーム、自分の中で。お味噌汁美味しいの？餃子の王将。ラッシュタン、おはよう。マックポークって何？マックポーク？そんなのがあったの？もうなんかメニューとか見ないもんね。もうチーズバーガーか照り焼きかみたいな。最近は、前まではもうチーズバーガー、あ、でもそれにプラスしてプチパンケーキを頼むかどうかは悩む。
ねえ、小麦やめて、小麦やめて、やめてやめて、やめてください、やめてください。おはよう、アイポン。照り焼きにご飯はいらんわ、無理無理。小麦、小麦、こらこらこら、マックのポテト美味しいよね。ね、本当に小麦がいたずらなんだけど今日。ね、やめて。おお、すごいテンション上がるじゃん。コムタンスープじゃない、スープにしないで。マジで本当に本当にいたずらがすごい今日。なんで、ちょっとケージ入れるよ、やめて。ユーキリンセット、なんかさ、ユーキリンセット作った時めっちゃ食欲あったけど、今絶対さあんな量食べれないとか言って食べれちゃうんだろうな、絶対食べれないとか言いながら食べちゃいそう。朝ごはん何食べたの？朝ごはんみんな何食べた？ね、本当にいたずらするんだけど今日。トーストと目玉焼き最高じゃん。うどん、ケーキ、ケーキ、何ケーキ。朝からでもいけるか。なんかさ、朝ごはんにさ白米とお味噌汁食べて飲める世界どこ？マジ実家って神よね、本当に。ねえ、小麦本当にケージ入れるよ。本当に振りじゃないし脅しでもない。ねえねえ、ダメ、まあ、配信してるんだから。ねえ、本当にやめてってば。ダメ、よいしょ。実家だけど、いやそれ偉いわ。バースデーケーキまだ食べてんの？ねえ、また食当たりするよ本当に。チルタンはね、今ね、栗食べてる。栗。ドンタコス、ドンタコスって何？普通のパン。いいやん。いいやん、いいやん。怒る勇気、ええな、ええなちゃうわ。栗。起きて朝ごはん準備されてる、もう贅沢よそれは。それはほんと贅沢なんよ。小麦、コンビニで買ったやつ。ああ、なるほどね。
それは大丈夫ですね。わかんない、でも蹴ったらその場合そこあたり引く可能性はあるよ。当たりなのか外れなのか、それな。なんだ、ケーキも食べたくなってきちゃったじゃんか。なんかさ、みんなと会話するとさ、なんかお腹すくよね。なんかみんな美味しいものどんどん出してくるからさ。昨日のさ配信の終わりにさ、エンタさんがさ、何、焼肉のお肉とすき焼きのお肉を送ってくれたじゃん。もうずっと焼肉とすき焼き食べたいもん、昨日から。ね、ご飯の話多いわ。私が振ってんのか、おそらく。今一番食べたいもの？今か、今は、いやでもうどんかもしれん。うどん食べたい。ねえ、小麦？どうして今日そんないたずら？うん、遊びに来たよ、ありがとう。生クモさん、台湾カステラってなんだ？台湾カステラ、焼肉用の。大丈夫？ちゃんと焼けてた？いいな、うどんけん。釜玉うどんってどうやって作るの？釜玉うどん、ねえ、本当にこの日やばいんだけど今日。生肉食ってたらチャレンジャーすぎ。生タンユッケ。全部心配せんのもの。熱々のうどんを溶いた、あ、それ釜玉うどんっていうの？へえ、知らんかった。釜で焼いたうどんかと思った。え、それ釜玉うどんっていうんだ。食べるラー油とキムチ乗せた。辛そう、やだやだ。辛そうです、とってもとっても辛そう、やだやだ。あ、もう20分過ぎてんだ。早いんだけど。早い。でもライブの準備しなきゃ。
服の準備してくるね。バイ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 。ランキング読んで終わるよ。やだ、早いんだけど。また夜もしようかな。13位ミヤサルありがとう。12位コケケありがとう。11位ナマケモノさん、間違えてる。13位ミヤサルありがとう。12位コケケありがとう。11位お刺身ストリートさんありがとう。10位ナマケモノさんありがとう。9位ヨメコックスさんありがとう。8位コウちゃんありがとう。7位コニーさんありがとう。6位ワイワーイさんありがとう。5位ディオリアさんありがとう。4位オギさんありがとう。3位ミチタありがとう。2位ハリオさんありがとう。そしてお昼第1位はクトラありがとう。延長だって私まだ何も準備してない。やばい、あとね25分後にはねお家出なきゃいけないの。何も準備してない。これはやばいから終わりにするね。また夜する。じゃあみんなありがとう。バイバイ。ありがとうねー。